は江戸東京博物館へご来館いただきまして誠にありがとうございます。芝居小屋中村座前にてさまざまな伝統芸能を楽しみいただくファミリー寄席を開催しております。本日は柴田由里さん、柴田愛さんによる津軽三味線の演奏をお送りします。公演に先立ちましてお客様にお願いがございます。携帯電話など音の出るものはマナーモードにご設定ください。6階の日本橋からご観覧のお客様はお手荷物を落とされないようお気をつけください。また公演中の動画の撮影、展示室内でのご飲食はご遠慮いただいております。ご協力をよろしくお願いいたします。ご準備いかがでしょうか。まもなくでございます。少しお待ちください。
がとうございます。本日の EDO 博予選2回目の演奏となりました、はい、津軽三味線島ユニットユリアイと申します。最後までどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ2回目ですよ、はい、ちなみに1回目も聞いたよっていう人いますか？ありがとうございます。嬉しいね。ありがとうございます。2回目もまたね、楽しんでいただけるように、曲目をガラッと変えてきました。はい、最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、私たちゆりあいはですね、はい、宮城県出身のこの津軽三味線で演奏活動をしている島ユニットです。はい、今回の演奏のためにですね、宮城県の方からこちら、両国の方に、はい、なんですけれども、演奏活動を始めて今年で15年目になりました、はい、こうして皆さんと出会いでおり、ね、この演奏活動を通して、いろんな場所に足を運んでいろいろな方々と出会いを通して日々成長させてもらっています。はい、簡単に自己紹介そうでしましょうか、ね、はい、はい、私が姉の柴田ゆりです。どうぞよろしくお願いします。はい、そして私が妹の柴田愛と言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ2回目初めて聞くよっていう方のためにですね、私たちが演奏しているこの津軽三味線の誕生の歴史をですね、はい、お話しさせていただきたいなと思います、はい、まずはですね、一番最初この生まれるきっかけになった楽器なんですけども、一番最初は中国からですね、この三味線と同じ 1、2、3本の糸の楽器三線という楽器が一番最初は日本の一番南にある沖縄県に伝わっていきました。その沖縄県に伝わって完成したのが、皆さんも目にしたことがある方が多いと思うんですけども、三線というこの三味線よりも半分ぐらいの大きさの楽器ですね、その三線はすごく沖縄らしいですね。南国の温かい音色が特徴なんですけれども、その三線が今度は日本の本土大阪に渡りまして、今のこの三味線という形が出来上がりました。この津軽三味線とその普通の三味線の大きな違いはこの竿の太さと太鼓の大きさですね、音楽の教科書とかで載ってる方はその細竿と呼ばれる三味線なんですけども、チンとシャンとよく表現をされるようにですね、すごくしなやかでしっとりとしたこう艶やかな音色が特徴になっています。歌舞伎、それから浄瑠璃、長唄、地唄、いろいろな用途に使われていたんですけれども、今度さらにさらに北へ、青森県の津軽地方というところに渡って完成したのが、私たちが今演奏しているこの津軽三味線になります。この津軽三味線すごく特徴的な部分ですね。すごく迫力のある打楽器的要素の強い叩き奏法といいまして、普通の三味線は弾くというんですけれども、この津軽三味線はですね、上から力強く叩く、はい、これが三味線と津軽三味線の大きな違いになります。この迫力あるかっこいい音色にですね、魅了されて私たち姉妹はですね、演奏活動を始めたわけなんですけども、普通の三味線が生まれて大体600年ぐらいなんですけど、実はこの津軽三味線はまだ生まれて160年くらいなんですね、はい、なので和楽器の中ではまだ比較的歴史は浅い楽器なんですけども、はい、今どんどん若い奏者の方が増えていて、もう今ではもう全国大会なんか行くとね、もう若い奏者、もう子供さんとかね、ばっかりですごく見ていても面白い楽しい楽器なんですけれども、今日はこの津軽三味線の魅力をですね、皆さんに存分にお伝えできるように頑張って演奏したいと思います、はい、ね。1曲目はですね、はい、妹の愛が作曲をしましたオリジナル曲「夢への一歩」という曲を聴いていただきました、はい、続いては2曲続けて聴いていただきたいと思います。この津軽三味線といったらこの津軽五大民謡という有名な曲が5曲あるんですけども、今日はその中から津軽よされ節の曲弾き、そして続いてオリジナル曲、これからも走り続けたい、走っていきたいという思いを込めて、作った、今度は私が作曲した曲です、オリジナル曲ランという曲を2曲続けてお聴きください。よろしくお願いします。Thank you.
がとうございます。2曲続けて聴いていただきました。津軽よされ節とオリジナル曲ラン、2曲続けてありがとうございます。ここまでですね、三味線との演奏を続けて聴いていただいたので、続いては私たちの歌声民謡を1曲聴いていただければと思います。11時半からの1回目の回もですね、1曲披露させていただいたんですが、私たちはですね、この津軽三味線を始める前、父の影響で小さい頃に民謡からスタートしました。今もいろいろな場所でですね、民謡を歌い続けているんですが、今日はですね、ここ江戸東京博物館さんで、ここにいらっしゃる皆さんに1曲聴いていただきたいなと思いまして、1曲民謡を歌いたいと思います。とっても全国的にも有名な民謡を1曲歌いたいと思います。ぜひ知っている曲でしたら一緒に歌っていただければ嬉しいので、ぜひ手拍子等々よろしくお願いいたします。今日はお姉ちゃんに伴奏していただきまして、私が歌いたいと思います。さあ、今日2回目に歌わせていただく民謡はですね、東北の山形県の民謡の中から花が咲くと、ぜひ聴いていただければと思います。ぜひ お囃子も一緒にかけていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、はい、はい、あれ次の曲ね、お、あれもう最後、あれ早いね、早い、あ、あっという間ですね。そうですね、次の曲で最後になってしまいました。あっという間だった、はい、楽しい時間っていうのはね、あっという間だった。1回目もあっという間だったんですけど、2回目さらにあっという間だったかもしれない、ね、はい、はい、ということで、ゆりあい、また東京でも演奏をしたいなと思っているんですけども、はい、今日は椅子の方にチラシを置かせていただいたんですよね、はい、ゆりえはですね、宮城県出身の宮城県在住の奏者なんですけども、東京の方に定期的に足を運ばせていただいてライブをさせていただいています、はい、実は7回目のライブが昨日だったんだよね。そうなんです。
このライブと江戸博のために今回宮城県から来たわけなんですけども、はい、その8回目の次のライブがですね、うん、5月28日の日曜日に、下北沢の方で決定をしております、はい、今日のゆりあいの演奏を聴いてですね、また津軽三味線聴いてみたいかなと思っていただけた方はぜひ、チラシの方を見ていただいて足を運ばせていただけたら嬉しいなと思います、はい、皆さんと今日出会いましたので、皆さんの顔を覚えましたので、みんな見えてますからね、はい、またどこかでゆりあいとお会いできたら嬉しいなと思っています、はい、今日は本当に最後まで楽しい時間でしたね、はい、今日はここで演奏できたこと本当に嬉しく思います、はい、皆さん最後まで本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ最後の曲ですけども、はい、やっぱりあれかな、うん、津軽三味線と言ったら行きたいと思っている人も多いかと思うんですけども、はい、ゆりあい二人もねすごく大切にしている曲で、全国大会でも優勝をいただいたすごく思い出に残る曲ですね、はい、この曲を聴かずして津軽三味線を聴いたとは語れないというほどの有名な一番有名な曲ですね、はい、一番最後はバカッとバッチリ決めて今日の映画発表せよ終わりにしたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。津軽ジョンガラ節の曲弾きです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
ません。写真撮っていいですか。Bye-bye.